うわ出た、今日の補正でもアマテル使ってるやつね。セイタの力お見せしましょう。そして清水さん、こんばんは。 10戦連続 S ゴマ1枚しか引けないの、さすがにくさ。 KJ の見えざる手発動してく。さあこんな感じやった。あだこれ一応あれだ、 X 値あったね。 X 値打ってて外周打たせてベルーが勝ち込むっていうのはあるけど、まあでもルラーちょっと混獲されてきついか。グノーいれば X 値あったね。さあここどうするか。そうじゃの、こうしようかな。まあこれでもなんかアマテル君コンボ無理やり使ってきそうっていう説はあるんだが、どうでしょうか。いやーもうきついね。この時点できついって何。覚悟はいいかしら。ただ外周ねこれ結構増えるんで、まあ押せればいいんだが、どうでしょうか。次十字欲しいな。 C の6に十字置きたいですね。もう駒投げやんけ。いやーきついね。いやきついなきついわ。今フォーティア B の1に置こうと思ったけど、その後がむずいんだよな。その場合は送られませんよ。何これ、クソつまんねえから、クソつまんねえから。それまあこの進行やるけど無理だね。相当燃えるけどね。出たさあこっち。これベルーガのところ十字回んだったらワンチャンあったけどな。ここまでだとキモすぎ。さあマーフェリー来ましたね。坂本さんこんばんは。おお先手番でこんな感じか。これ仕打ちしたいね。ただ仕打ちだとあれか、グノーは決まるけど燃やしづらいっていうことか。 Y2 さんこんばんは。あと X 値あるからな。エンデガ先生来ちゃったか。これむずいね。エンデガ捨てはあるかな。 X 値クール、グノー、いやでもグノー決めてもまあエンデガ捨てるか。これいやハイサラぐらいは置いてくか。まあとりあえずマフェリだよね。ちょっと X 値打たせづらくするんだが、おいいね、ここのアンデッドナイス。お、そして、雪村さんかな？こんばんは。初見アナウンス。ぜひね、チャンネル登録もしてもらえると幸いです。そろそろさあ、ここで、フェルグ打ってこられますが、まあ、当然ね、グノやっといて。さあ、反転よと。SP さん、こんばんは。抗っても苦しいだけだ。さあグノー決めて、次アベルなんですが、ちょっとアンデッドをね辺に置けるように、したいね。おさあ S ゴマ3枚見えて、村正フェルグ、マフェリ残り1枚、まあ春丸かな大体。次どうかな。アンデッドね来れば置けるけど、どうですかね。あ村間さんのそのあのバス張りの部分も反転していく。あざす。さあでもねグノーを決めてきますよと。さあここで引けるか否か。おいいね引いていくね。ただどこに置く。
ちょっと燃やすか。フェリグのね、毒を回収しないといけないんで。ちょっと一回隙出ますけど、燃やしますか。まあ、次はアンデッドだね、とりあえず。あと、アンデッド置こうとすると、なんか A の3とかになって、1枚燃やされ、1枚取っちゃうんで。で、火炎打って。で、今度はね、もう、1枚ね、火炎のライン増えたんで、ここは欲張らずに、アンデッド置きましょう。ちょっと村政動線気になるけど、いきます。さあ、一応これ A の4がね、若干気になりますが、一旦許されて、さあ、反転あざすといった感じなんだが、さあ、ここよ。まあ、こんな感じでいいかな。なかなかあれだな、フェルグの毒までいかないな。さあ、これで相手の方がね、E の位置に打つと2枚燃やしと。しかし、混獲されますよね。何がしかね。苦しめてあげる。一度そちら。アンデッド、あと一旦か。ティポナイス。で、ティポ打って食らってこれエンデガーかな。そうですね、これでE の、1打たせて、で、エンデガー4枚貸しかな。F の4で。あ、一回そっちか。お、これはエンデガー使わせないっていう感じか。だとしたら相当やり手だね。見透かされてんな。さあ、こっちへ来い。まあ、逆にここで食らってあれか、エンデガーもう発動したいね。じゃあこんな感じかな。角を打たれても自分が先着 C の位置打てるんで、まあでも耐えて勝ちか、これ裏の火炎で。うん、残り1枚はるまるだもんね。 OK。さあ、ここ結構ね、痛いんだが、まあさすがに2万は削れないでしょ。で、削られたら、おっと、なるほど、なんか耐久してきた。めんどいんだが、胸がドキドキしちゃうよ。さあ、フォーティアで、飛ばしかな。いきましょう。さあ、しっかりと、とこまで行く。鬼がかかってますよ。センターの力、お見せさあ、メルベ来たよと。さあ、後手番か。いいね、後手番。捕食、そうですね。まあ、捕食マナグリに多少強いぐらいですかね。さあ、これどうしようかな。アンデッドを撃っちゃうと、B さんに、ナルダルを置いたときに、反転、術式によって反転しちゃうんだよな。あ、でもそうか、相手の方は仕打ちか。まあ、召喚が、ちょっと微妙やと。お、いいね。これは、まあ、アンデッド置いて、X かな ?X アベルでもあれか。ちょっとコモスキル回復逆にしちゃうな。あと、アンデッドちょっと置けるようにしないといけないんで。さあ、早めのフェルグ。さあ、反転アザスト。お、テンポ良いの。さあ、悩みましたが X 打ってく。ちょっと今 B の2に、あ、 D か、 D の2に置くか迷ったね。 D の2置いて相手に、C の1か E の1を置かせて、で、A の2に2枚回しっていうのを狙っていましたが、ちょっと微妙かな。まあでもアンデッド引ければ置けるんでね。一旦フォーティアで。ここ反転するんですけど、アンデッド引けるかな。さあ、燃やしますよと。
お、まあ、アンチより関係ないんだが、フェルグは取りたいね。とりあえずね、何が起きてもさすがに引けないか。ちょっとここからスピード上げましょう。さあ多分ここでエースゴマ飛んでくるんで、マモンとかね、次ちょっとアンデッド置けないと、あのフェルグ毒入ってくるんで大変だね。だよねー、マモン来るよねー。ここの一ターンの隙がいてんだよな。さあ頑張って燃やしたいんだが、引けねえか。やばいねこれ。マモン吸収あるけど、でもこれはもうここ行くしかねえな。一気に燃やします。 HZF さん、こんばんは。あ、先ほどお願いしました。まあ、吸収入るけど、でもそうすると相手の方、あの、A のあれが大火炎なんで、なかなかいかちいよと。さあ、吸収されて、毒をガッチコリと、食らってしまいますが、受けて、で、これ F の3かな ?F の3に置きましょう。さあ、これで飛ばせるでしょう。OK! さあ、一応なんとマッシング出しましたが、アナンもね、意外とね、侮れないんですよね。意外と特集とかね、吸収とか、あの、まんべんなく飛んでくるんで。まあ、アンデッドで、基本的にね、S キャラクターは毒が多いんで、参ると思うんですけど。お、X 来ましたか。これどうしようかな。どうしよう。ちょっと、上行こうかな。上行って外周に置かせてベルーが燃やしっていう感じですかね。まあ、ついてくる可能性はあるけどね。ただ火炎があるからちょっと相手の方行きづらい気もしないでもないが、まあ、強気に、打っていくと。ここどうするか。まあ、メイレン打つか。メイレン打って取らせてどうなるか。メイレン打つ、取らせる。で、ダブコンだけど、B の4が何かによるな。はるか、ちょいだるですかね。いいで。OK、ティポ来て。まあ、アンデッドは置くんですが、どのように置いていくか。で、外周に置いてくるっしょ。C の1かな。ただ、ナルダルコンもちょっと使いづらいな。これ反転しちゃうんでね。さあ、召喚してこられましてと。まあ、取りながらかな。さあ、毒はね、ありがたく回復、いたしまして。アルカか。いや、ここちょっと空打ち痛いね。ただ、逆にアンデッドいるから、ナタリオのコンボスキルとかあんまり、気にしなくていいんだよな。これむずいな。こういこっかな。これ打ってもう一丁外周に置かせましょうか。相手 D の位置だと思うんで。お、そっちですか。まあ、それもあるね。さあ、しかし特殊が、痛えよと。楽にしたまえ。ティポ打ってベルーガかな。どっちかな。ティポ行きますか。ただ次はアンデッツっすね。あ、でもこっち打ちだとあれか。相手の方、あれだな。A の4って言う手あるね。シープさん、こんばんは。おっと、ここでロックは痛いね。ここのロック痛えな。そんなに急がなくてもいいのに。あ、痛いと思ったけど、一番下あれか。一番下、あの、アンデッドでした。しかしこれはあれだな。D2 の動線通っちゃうよと。まあ、一応大火炎警戒でのあれかな、ロックだったんかな。さあ、フェルグの毒は、いかついんだが、
ドキドキしちゃうよ。つか起きる場所がちょっとなかなか、むずいか。まあでもベルーガでしょう。逃がさないよ。さあ毒はね回復できますね。さあ外周が4枚あるんで相当これ食らえますね。さあこっちもね HP 半分いってるんで、ディザイアが発動いたしますよと。お、フェルグコンも使わない感じか。さあアザスといった感じで、回復いたしまして、さあもう一度ね、最悪アンデッド引きますよと。まあこんなんでいくか。フォーティア打って、まあ耐えて勝ちかな。てか飛ぶかな。うん、これ耐えて勝ちっすね。サミヤンさんこんばんは。さあ結構痛いんですが、まあ、しっかりね、受けますよと。OK! さあ保証マナ来た。保証マナは5件が必要よと。その両方ですね、使いやすいかつ、強いっていうのがでかいよと。うわ、これはちょっともう X 打ちの気配ありけり。これ X 打ちでしょう、これ気配ありけりだね。野山に混じりて竹を取りつつよろずのことに使いけりね。さあ竹取り物語、紡いでって、さあ成り打ち来た。いいでー。さあ、お、キュッポーナイスー。これむずいね。そうじゃのー、こっち行こうかな。マフェリ減ったのって何ですか。まあ置く時間がもったいないっていうのと、マフェリじゃなくても強いリーダーキャラクターマタンで出てきたんで、その影響っすね。さあ一瞬燃やせるんだけど、まあでもちょっと成り打ちだからな。覚悟はいいかしら。ベルグですかね。で外周置かせといてどうなるか。次どうしようかな。相手が角を打ってきた時にどう挙動するか。まあ雰囲気ベルーガだね。ベルーガ打っといて、本当はねここアベルとかの方がいいんですけど、ちょっと局面が違うんでね。で右下 X かな、これはだよね。うん、この進行すると大体そこに打ってくるんでね。いやーここちょっとむずいな。一回こうかな。エンデが欲しいね。これエンデがどっかなんか枚数返しとか決められればいいけど。さあ薄く長くかけていきましょう。さあ刺す蛇きた。エンデが来たね。こっちちょっと迷ったね今。まあこれで正解でしょう。今ちょっと E の1に打つか A の4に打つか迷ったけど、まあこっちで、まあダメマスもね作れるしこれでいいでしょう。さあダメマスをね、避けてくるんだが、まあそれはそれで茨の道と。さあこっちへ来い。さあエンデができるんじゃないかな。エンデがいけそうだけどね。3枚もし、まあいけるか、いきましょう。カードでリザイアも発動してるんでね。 OK! さあメルベ、来ましたが、お、ちょっと HP 低いね。 S ゴマが多い感じかな。さあグノを決めちゃうと、こっちの回復の手段があれになってしまうんだが、どうでしょうか。
あ、今日流血っすか。湯崎さんこんばんは。まあ全然ありっすね。まあ燃やしますかね。あ、つづる子さんね、こんばんは。お久しぶりっす。あ、最近ね、忙しくて、お疲れ様っす。のんびりね、今日は見ていってください。春そうっすよね、安定感ありますよね。全然強いっすわ、春は。お、取ってきますか。なるほど。ただ、それは骨が死にますけど。大丈夫？ただ、アンデッド引いたら骨生かすか？貴重な回復源ですもんね。生かしちゃいましょう。さあ、マラッカ先生来られまして。さあ、それは、実は関係ないんだが。さあ、アザスといった感じで。さあ、どうやってこれを燃やしていくか。こう打ってみようかな。あ、ちょっと微妙だったかな。ちょっと微妙か。一旦こうしようかな。あ、ちょっと D の1打たれて、それが本掛けなんですけど、おっと、ここで6か。いや、確かに、ダリーか。ただ、燃やせますね。さあ、アンデッド切れてしまいましたが、じゃあ、急ぎましょうか。さあ、次アンデッド置けるんだが、まあ、ティッポンでもいいけどね、スピード上げて。雰囲気ティッポンかな、次。迷うね。まあ、とりあえず相手の方、D の1かな。うん、特殊系打ってくるよと。さあ、毒痛いんですけど。レオノーラ様に勝利を持ち帰ります。うん、ティポンにしますか。アンデッド打ってもいいんですけど、こっちの方が早そう。さあ、一応ね、ダブコンあるんですけど、ちょっとダブコン使っちゃうと、やばいよと。さあ、裏の火炎ぶち込んでって。胸がドキドキしちゃうよ。で、どこ打つかなんだが、ここかな。逃がしませんよ。オッケー、強いね。まあ一応ゲットする機会は2ヶ月ぐらい前だけどあったかな。駒交換にもいたよね。さあ、メルベ来た。そしてデストロイさん、こんばんは。次何が引けるか。もしこれアンデッド引けなかったら、やばいかと思いきや、まあテュポメイレンがいるんで逆に大丈夫かな。それならそれでね。さあ、燃やしていきましょう。多少ね。さあ、ベストは次アンデッド。さあ、サクッと村正来られまして。来るかな、アンデッドね。どうかな。フォーティアか。ちょっと微妙だな。まあ、フォーティア打って、で、X 来るかどうか。さあ、早くね、ちょっとこれ、アンデッド打たないと、ハルマルとかね、飛んでくるんで。ハルマルマモンね。さあ、X 来たな。さあ、次だな。どうしよう。ベル、逆にか。逆にそうなりましたか。これ難しいね。こっちかな。A の、2もあるけどね。 A の2打ってって、まあその後だな。 A の2、いやー、ちょっと怪しいか。 A の2、 C の1、 D の2、 F の3からがあるから。お、なるほど、そうなりましたか。
アンデッド来たけど、これどうしようかな。メイレン置くあるんすよね。メイレン置いて、まあでもアンデッドかな。いや、むずい。ちょっと、ティポンかメイレンか迷ったな。皆さんこんばんは。シンプルにティポン取られて、次アンデッドかな。ここでマモン叩き込まれると結構きついけど。コンボ封印はまあ一旦いいとして。さあ、お互いに一回のんびり。そのコンボ封印助かるな。オッケー。アンデッド引いてく。さあ、これで相手の、フェルグとかそういうの、止めますよと。デデマルさん、皆さんこんばんは。あ、そこですか。さあ、回復しといて。覚悟はいいかしら。で、ここは、アベル置きましょう。ここのアベル強いね。さあ、3枚もやし。さあ、コンボは骨だけど。さあ、ロック打たれてちょっとだるいんですけど。さあ、今のところはあのアンデッド出るね。で、これ灰皿かな。さあ、灰皿どこに置いていくか。燃やしたいから、どんな感じ。まあ、これでいいかな。ちょ、角あの打たれますけど、全然燃えるんで、その場合は。うん、さあ、ありがたく毒を頂戴いたします。あざっす。 OK。 そして、ケンツさん、こんばんは。なんかさっきもあの挨拶した、した気しますけど、こんばんはと。お、さあ、相手方ニーブ、これ X 打ちあるね。ニーブ捨ててきたのか、さあ X 打ちを狙っているのか。さあ、グノーでしばけますけど、呪いは1枚は食らっちゃうか。さあ、どうでしょうか。まあ X 打ちきそうだね。だよね。さあ、強気のムービング。ダメマスもこれあるからな。 F の3打ってきてダメマス食らうっていう感じか。さあ、グノってって参りました。早くない？早すぎだろ。ダメマスがこれ結構だるいんでね。どうしようかな。うわ、珍しいの来たね。それはすごく珍しい。アルカか。まあ、とりあえず燃やしますか。オッケー。とりあえずの燃やし。さあ、S ゴマ来る前にちょっとアンデッド置いて、S ゴマ置かせないようにしたいんだが、したいんだが。それは強いの。ちょっと引き微妙いか。ティポか、逆にもう燃やす感じですかね。まあ、アンデッドは、置ける隙あるんで、ちょっとティポ行きましょう。高橋さん、カップ戦のデッキ紹介の動画とか今後上がりますか。一応上げる予定ないっすね、今のところは。いやー、バンバンちょっと、エスクルな、まずい。アンデッド来て、ガチ。ガチアンデッド。オッケー、なんとか間に合ってく。フェルグのコンボどう考えるかっていうところか。フェルグコンボ。まあ、ちょっと受けるか、じゃあ。まあ、痛いんすけど。で、外周増やしてもらって。もやしずれえな。このままなんだろう。フルーファーっていう説もあるんすよね。まあ、大体でも鳥かな。あー、そっちか。まあでも、こっからね、回復できるんで。まあ S ゴマ来ないし、まあ大丈夫そうかな。
さあどうやって燃やすか。こっから1600ね、回復するんだが、なるほど、そういう人いた。いやーちょっと自利品か。つか S5 だね相手。1600回復するんすけど、火炎ぶち込み、いやー S 連きついって。ただ回復、これ相手盤面積みかと思いきや、そんなに急がなくてもいいのに。ダメマサ一応踏めるね。これ打ってダブコンかな。あれ相手のあのオーラなんだ、カワズだったら死ぬんだっけ。カワズっていうかあれか、銀白。あれ相手のあのオーラなんだっけ。まあいいや、勝つと。オッケー。よし、あ、そうか、アナンか。すいません。アナンだったわ。リーダーでしたわ。